おかしいねって、もうそろそろな、自分らが家事を確かすごい顔がカーって今急激に変な感じガチガチ専門歴何年よ。もうすぐ1年です、まあ、でしょ、はい、もうそろそろ慣れていいかな。じゃあどうぞ仕切ってください、お願いします。はい、初めての、今回奈良講座なんですけど、うん、はい、僕も東京から4時間弱かけてきました。はい、もう全然東京とはまた風景違いますね。それも楽しみながら来ました。で今回、4名の方が、奈良講座に来ていただきましたので、皆さんちょっと一言ずつでもいいので自己紹介をお願いします。そうですね、はい、自己紹介ですね、はい、名前出しても打つでもいいんですよね。ほなちょっと宮崎さんにしてみましょう。はい、宮崎さんは実はこの奈良講座前回受けてもらった、あれもう半年前ですか。あ、私2月覚えてます。なんか動画で伊賀のなんかボリボリ食べて、かた焼き食べて、うん、これ忍者ボリボリ食べたらバレるんじゃないのっつってその動画がすごい覚えてますね。あんまですか。ね、そうレビュー動画作ってたな俺。そうあれだから宮崎さんがお土産持ってきてくださったんですよ。それが約半年前、冬ぐらいですよね。2月ですね。2月ね、はい、ね、受講されて、で今回2回目と半年ぶりに。覚えてます、覚えてます。はい、じゃあ、お名前とそのどこから来ただけでもいいんで、はい、お願いします。三重県の伊賀市から来ました宮崎です。今回2回目の受講になります。前回ちょっと緊張しすぎて頭に入ってないところもあったので、今日はいろいろ教えていただいて頭に入れようと思います。はい、お願いします。はい、頑張りましょう。はい、宮崎さん、よろしくお願いします。名前言ってもいいんですか。名前京都在住のっていう時です。京都からいらっしゃった、まあちこちでお見かけする人なんですよ実は。あちこちで、で、私のとこは3回目ですね。でしかも11月の合宿も申し込みされてます。認定バリバリ目指してるっていう方でね、あれ言っていいんですか。夢っていうか、はい、独立を目指されてるということでね、認定取って頑張るぞっていう方なんです。名前言ってもいいやったっけ。だね、N さんね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、匿名特住所、匿名特住所、わかりました。男性の方です。身長は僕より高いですね。186、180ぐらいありますか。178。はい、で、結構遠いですよ ね、うん、上の方ですね。上の方から来たと、奈良県より上の方から来られたということでね。はい、よろしくお願いします。王さんですね。王さん、お願いします。で、女性の方、はい、名前大丈夫ですよね。大丈夫です。はい、で、はい、ね、オーナーさんです。オーナーさん、はい、じゃあ自己紹介お願いいたします。もう一歩前行きましょう。はい、福井県から来ました安永です。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、安永さんは、この4月に独立されて、7月です。あ、7月。はい、7ですか。あ、じゃあ7、最近の親です。ああ、そうですね。おお、はい、なるほど。はい、今頑張ってるところですよね。そうですね、はい、はい、はい、これからも頑張ります。頑張りましょうね。はい、はい、ということで、認定目指してると。はい、目指してことで、はい、明日も受講されるんですよね、安永さんね。はい、お願いします。頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。はい、ということでね、マックス奈良講座4名の方お集まりいただきました。はい、で、奈良講座はですね、もうすでに11月まで埋まっちゃってるんですよね。で、そうなんですよ、今関西地区、まあ、関西に限らず中国地方から広島から来られるし、岡山から来られるし、もちろんその中部の名古屋も来られる、これからね、ですよ。だから結構ね、この西日本の方がこの奈良講座にはたくさん応募いただいてるんですよね。で、12月は、もう1人入ってるんで、あと3名、今年に限っては奈良講座あと3名だけ、可能となってますんで、早めにご応募ください。
奈良講座すごいですよ。あのこれから関西も関西が暑いですよ。関西じゃない、西日本が暑いですよっていうことでね。そうですよ。で再来週は僕福岡行きますからね。あ、そうですね。福岡九州ですよ。ガチガチ専門を九州に届けに行きますよ。すごい。行きますよ。で2日間やりますから4名4名の8名の方が来られるんですよね。いや、1人が、2日連続来はるんで7名ですね。7名の方が瞬時に1週間でね、バーンと埋まっちゃいましたんで福岡ね。もう頑張ってきます。九州地方もガチガチさんが多いですよ。多いしますもちろんですよ。もうこのねガチガチクオリティをね九州にも届けに行きたいなと思っております。はい、頑張ります、ね、次の講座とかね、次につなげれるその講座をね、はい、僕今回は一人ですけどやっていきたいと思いますんでね。はい、ということで今日はこれから奈良講座スタートです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そのトンバラドに聞かせられるところに、嬉しい。全国じゃ。お酒頼んでやりますかって言ってしまう。もう疲れると言っちゃう。今をください。いいですね。いやもう本当にあっという間でございました。はい。はい。本当に。あ、本当っていうか、だってもうすぐ6時よ。本当ですね。ということは、まあ休憩も含めてだけど、8時間近くしてるっていうことですよ。ね、頑張りましたね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、違う。ね、あ、いいだ、いいだということでね。はい、お疲れ様でした。今日は2回目以上の人がお二人ね。でも皆さん予習ちゃんとされてこられてたんでね、しっかりとできたんじゃないかなと思います。はい、宮崎さん、はい、ちょっとどうですか、2回目の受講でしたけども、はい、なんか感想ありますか。そうですね、はい、2回目で学んだことが、うん、今日来てちょっと間違ってたのが多かったなと気づきましたんで、はい、はい、よかったなと思います。よかったなと。ありがとうございます。はい、またね、頑張りましょうよ。はい、ね、見て頑張りたいですね。ね、でも今日来て、はい、まあ、まだ遠いなっていうのが、うん、前回来てそれをずっと店でやってて、はい、これは早いうちに行けるかなとか思う感じがしたんですけど、まあ、でもいい、今日来たらやっぱ、うん、その位置もちょっとずれてるとか角度も違うとか、まあ力ないのは全然あるんですけども、はい、まあ、あのそれに気づいたっていうことがまず大きいよな、うん、はい、うん、それに気づかんとずっとやるよりも今気づいたっていうことが大きいから、そのまだまだ遠いとかじゃなくて僕たちはそんなことは思わないですけどね。それに気づいてその修正をずっと現場でまたやってたらもう何レベル何度でも上がるでしょ、はい、はい、だからまあそんな感じでね、はい、遠いとか思わずに頑張ればね、何度でも近くなりますよね、はいはい、頑張りましょう。はい、お願いします。はい、お願いします。三重からね、三重の、伊賀、伊賀上野ですね、伊賀上野、あの肩焼きの肩焼きのね、はい、宮崎さんでした。お疲れ様でした。はい、皆さん、はい、はい、もう一歩前に行きましょうか。はい、まあ、明日も受講されるんですけどね、はい、はい、すごいできてますよ。あの力もあるし、それもテクニック的なものもすごく持ってはるし、ね、明日一日ちょっと本当楽しみにしてます。で明日はね、運よくマンツーマンですから1対1でがっつりやりましょう。はい、と、はい、いうことでね、はい、今日一日終わってどうですか。そ
そうですね、やっぱり今までなんとなくやっぱ DVD 見たりとか今までの、いろんなところに行って受けた主義でいいなと思ったものを使ってっていう、あくまでその知識がなく初めて DVD を見て知識を入れて実践って言ってもやっぱり DVD 見てたとは違って、実際にここでもうちょっと上とかもう1ミリ下とかなんかちょっと下ってそれが分かんないんで、実際受けるとやっぱり違うなっていうのを実感しました。本当ちょっとの差なんですけどね、それがまあ大きな差になるんですけど、でもそんなのすぐですよそうなんで、ね、すぐやと思いますね。はい、まあまあ、あと明日ね、はい、頑張りましょう。またもう一度お願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、じゃあ N さん、あのここ隣で今日の感想を言ってください、マイクに向かって。はい、だいぶ思ってたよりは調整する箇所がまだまだあるなっていうのは正直思いましたね、はい、うん、もうかやってるとなんかいろんなが混ざっ自分の中に知識として混ざってそれがなんか入ってくるから、あの違う、それが悪いかええかはもうちょっと分かれへんねんけど、でも、うん、あの前あそういや前こう言うてはったわっていうのがここそこかしこにやったし、うん、もうちょっとまた調整していったらいけるかなと。あの、ね、独立が目処が立てば顔出しできるかなと思いますんであ、そうなんですか。目処が立ったら顔出しするんですか。ちゃんとあれしたら顔出しそう思ってるんですけどね。まだちょっと職場のあっちの方がいろいろあるから。なるほど、うん、でもまあいろいろちょくちょく見てますけどね、乗ってますけどねまだ大丈夫やろじゃ あれはあれはびっくりした僕もあ乗っとるまあ N さんに関してはね11月の合宿も変われるんで、はい、そうですよね、そこでね仕上がるでしょうね、はい、間違いなく、ね、間違いなく間違いなく仕上がると思います。仕上げます、なんとか仕上げますよ、仕上げます、うん、僕らが仕上げますよ、はい、任しといてください、はいはい、お願いします。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一言ありますか。はい、一言だけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お邪魔します。はい、お疲れ様でした。はい、ということでね、第1回奈良講座が終了しました。はい、はい、どうでしたか、新見さん、初めての奈良講座。いや、またあの東京講座とこう雰囲気がまず違うんで、はい、そのなんかまた違う感じがして、だって関西弁も彼もそうですね確かに東京の方はもう標準語ですよ確かに関西弁飛び交ってますもん雰囲気ちゃいますよね確かに完全にちょっとアウェーな感じがしてアウェーでも面白かったです。面白いね、はい、時間もあっという間に過ぎてなあ、気づいたら8時間近くしてるもんな、はい、うん、そんな感じでね、あのしっかりと時間一応5時半までとかなってるけども、やっぱりね時間かかったらかかった時でちゃんとします、はい、で、新見ちゃんはでももう7時の電車乗って帰るとね、そうですね、帰れないですから、はい、はい、まあ急いでとっとと帰ってくださいまだ来週僕東京行きますから、そうですね、はい、ということですね。はい、奈良講座第1回目お疲れ様でした。皆さんまたお会いしましょう。